こちらはスマホの iPhone ですが、本日2020年5月21日、iOS のバージョンアップがあり、13.5 になりました。すると、マイクロソフトエッジが YouTube のタイトル、説明文、コメントを翻訳し始めました。翻訳する機能がまた動き出したのです。さらに驚くことに、YouTube の字幕を自動生成字幕、ちゃんとした字幕にかかわらず、まるで同時通訳するかのように翻訳をし始めたのです。また動き出したと言ったのは、実は理由があります。2020年2月27日、マイクロソフトエッジのバージョンアップがあったとき、今回と同じように、YouTube のタイトル、説明文、コメント、さらに字幕を翻訳し始め、私はとても驚いたのを覚えていたのです。これは画期的な出来事でした。当時、いや今も、Chrome、Google、Safari はもちろん、YouTube アプリでさえ、デスクトップ用 Web サイトにすれば、なんとか字幕を翻訳できるアプリはあるものの、モバイル用サイトで字幕を翻訳できるアプリはありませんでした。もちろん、字幕とコメントを同時に翻訳できるアプリは、現在でもありません。この翻訳機能は、マイクロソフト翻訳が機能しているように見えるのですが、エッジに内蔵されたもので、外部アプリとして、マイクロソフト翻訳をインストールする必要もありません。これは、サポートセンターに確認しています。しかし、その後しばらくして、バージョンアップを繰り返したら、突然使えなくなり、しばらく何をしても、スマホのエッジで翻訳機能は動かず、がっかりしていたのです。ところが、本日 iOS のバージョンアップにより、この眠れる獅子がついに動き出したのです。でも、なぜかあまりこのことについて報道されていません。私はぜひ皆様に知っていただきたい、そして使っていただきたいと思っています。ただ、動き出すのに何かコツがあるようで、普通に使っていると翻訳機能は動きません。今回、そのコツを試行錯誤の末つかみましたので、お知らせいたします。ぜひご使用をお願いします。では、早速実際の操作を見ていきましょう。まず字幕がきちんとついているサイトで見てみます。English Speech というチャンネルを開きます。マララさんのスピーチを見てみましょう。開いたときは日本語翻訳が立ち上がりません。ところがリロードをクリックするとこのページを翻訳しますかと聞いてきました。翻訳をクリックします。完了をクリックします。常に英語を翻訳をオンにします。画面をタッチし出てきた右上の歯車をクリックします。字幕をクリックし英語を指定したいのですがまだ文字化けしています。おそらく一番下をクリックします。すると英語が日本語に翻訳されて出てきました。タイトルとコメントも日本語に翻訳されています。見てみましょう。他の動画の説明文も日本語に変わっています。コメントはどうでしょう。しばらく見ていると自動的に日本語に変わっていきます。他の返信を表示をクリックします。最初は英語ですが、日本語に変換されていきます。他のサイトを見てみましょう。こちらは、自動生成の字幕しかついていません。字幕を表示させると、日本語に自動的に変わっていきます。ちょっとさっきと動きは違いますが、同時通訳のように翻訳していきます。残念ながら、自動生成字幕は精度が低いので、日本語に翻訳しても精度はさらに低いです。こちらも自動生成字幕のみです。
英語、自動生成の字幕しかありません。リロードボタンをクリックします。翻訳バーが出てきます。完了をクリックします。字幕を英語、自動生成に指定したいのですが、現在のところ残念ですが文字化けしています。とりあえず一番下をクリックします。自動生成の字幕も日本語に翻訳されました。精度を見てください。解読率は 40% 程度ですね。今見ていただいた通り、まだまだ完成度は低いですが、普通のモバイル用サイトでもいよいよ字幕もコメントも翻訳できる時代が到来しようとしています。ここまで来たらあっという間でしょう。このエッジの仕様であれば、チャンネル主は字幕を各言語いくつも用意する必要はなく、タイトルと説明文も自国のものさえ用意すれば、あとは AI が勝手に翻訳してくれるので、すごく省エネですよね。自国の字幕さえつければ、世界中どこの国の人も意識せずに自分がわかる言語に変換されて読めるということです。それにしても自国の字幕をつけることがますます大切になるということがお分かりでしょうか。 YouTuber は今後自国の字幕をきちんとつけることで、苦労せずに世界中の人とコミュニケーションが取れる時代となるのです。繰り返しますが、自国の字幕をつけてください。以上です。補足です。翻訳バーを表示させるには、エッジの言語を日本語ではなく英語にした方がいいみたいです。ここをクリック。デスクトップサイトをクリック。アカウントアイコンをクリック。言語日本語をクリック。英語アメリカをクリック。翻訳バーが出てきます。完了をクリック。もう一度ここをクリック。モバイルサイトをクリックで元に戻る。また翻訳バーが出てきます。完了をクリックで完了です。すると、例えば英語スピーチをクリックして、マザリさんをクリック、日本語に翻訳されて出てきます。しばらくは言語を英語にしてエッジを使用した方が翻訳が確実です。 Good afternoon and thank you and wow, I am so privileged. 補足2です。ようやく多言語に翻訳する方法を理解しました。エッジでアカウントの言語を都度手作業で変えろということのようです。韓国語を翻訳する場合は、韓国語の動画を表示した状態でデスクトップサイトに変更します。ここをクリック。デスクトップサイトをクリック。アカウントアイコンをクリック。言語日本語をクリック。韓国語をクリック。翻訳バーが出てきます。完了をクリック。またここをクリック。モバイルサイトをクリックして元に戻ります。翻訳バーが出てきます。完了をクリック。字幕を選択。日本語に翻訳されました。コメントも順次日本語に変換されます。
ロシア語の場合も、ロシアの動画を表示した状態でデスクトップサイトをクリック。アカウントのアイコンをクリック。言語日本語をクリック。ロシア語をクリック。翻訳バーが出てきます。完了をクリック。ここをクリック。モバイルサイトをクリックして戻る。翻訳バーが出てきますので、完了をクリック。歯車をクリック、字幕を選択。ロシア語が翻訳されます。コメントも順次翻訳されます。翻訳しない場合は、リロードボタンを押すとしばらくして翻訳します。少し気長に待ちましょう。他の言語についても、同様な作業により翻訳は可能と思われます。以上です。